アレッサンドロ・バルブッチは、イタリア・ジェノバ出身の漫画家、イラストレーターである。18歳の時に、ディズニーに入社。ドナルド・ダック関連の漫画作品やアニメの、ストーリーボード及び演出を手掛けるほか、同社の妖精アカデミーで2年間漫画の講師を、務める。1997年に、エリザベッタ・グノーネと、後に夫人となるバルバラ・カネパと共に、ファンタジー作品。 WITCH を制作。同作品は5000万部を超える人気作となる。その後、フリーとなり、カネパと共に初のオリジナル作品となる SF 作品、スカイドールをフランスの出版社より発表。以降、モンスターアレルギー、ロード・オブ・バーガーなどのシリーズ作品において作画を手掛けている。また、単独では、ショスプという児童向けの作品も発表している。 突起がない限りバルブッチ単独名義日本では、アスカ新社より出版されている、機関誌、ユーロ漫画にて、スカイドールの1巻から3巻までが、翻訳版で連載されている。AB スカイドール紹介ページ<タッ> e u r o m a n g a j p ハット a b バーバックスイ、アリサンドロ・ーブ・ド・ジェスト、初めての人のためのバンドで死ねて定ガイド166ページ。ありがとうございます。